料理のりさん、リュウです。今回はですね、こちらの福島キューカンバー、僕なりにですね、お酒がガンガン進むですね、ご飯もガツガツ入れる悪魔のツボ、はい、これがですね、めちゃめちゃ美味しい味付けなんですよね。そしてみずみずしいキュウリにすごく合う味付け、まあ、楽しみながらね、作っていきたいと思います。じゃあですね、まあ、今回こちらの福島さんのキュウリですね、グラムで言うとね、220g から 240g の、はい、2本ですね。ちょっとですね、これ使う前に少しね、この皮をね、剥いていきます。そしてこれを、あー、めちゃめちゃ美味しい。福島さんのこちらウイスキー山桜、いや、まあ、ぜひね、このね、キュウリでね、ハイボールが飲みたくてね、こちらの福島さんのですね、天然の炭酸水ですね、はい、福島尽くしということで、さっき、剥いたこのキュウリの皮あるじゃないですか、これを山桜のハイボールにね、これにちょっとね、入れちゃうんですね、これね、福島キューカンバーハイボール、あー、いや、進んじゃうな。手元がぶれないうちにやっていきたいと思います。はい、ヘタをね、ちょっとね、ちょこっと切り落とします。で、こっちも同様ですね、はい。そしたらですね、こちらのキュウリを、ね、乱切りにしていきます。こんな感じですかね、乱切りは回転させながらこんな感じで切っていけば大丈夫ですよ、はい、こんな感じ、はい、ちょっとね、小さめの乱切りの方がいいです、はい、小さめにするとよくね、この味噌が絡みますのでね。で、1本切ったら疲れてくると思います、やっぱりね、これをぶっ飛ぶ疲れが、もうね、分かりますか、これ、ね、切った瞬間にね、新鮮なキュウリの証ですよ。もうね、切った瞬間から水が溢れてくるんですよ、これ。福島県産のね、キュウリはね、いいんですよね、新鮮な証。すべてボウルに入れていきます、はい、これに味付けをしていきたいと思います。味付けがね、最大の特徴なんでね、はい、用意した調味料全部ね、入れていくだけなんですよ、これ。福島県産の美味しいね、お味噌ですね、はい、福島ね、米が美味しいからですね、だから味噌も美味しいんですよね。唐辛子、はい、一味唐辛子、結構辛みつきますので加減してくださいね、これね。お醤油ですね、お醤油、あと旨味調味料ですね、ごま油ですね、これも入れちゃいます。ニンニクですけども、ごめんなさい、ちょっとニンニクをね、切るのが忘れちゃいました皮を剥いておきましょうか、はい、で、生のニンニクの方がおすすめです。で、これを薬味おろしかなんかで、だいたいこの量だとね、半分ぐらい、そしてこのニンニクの残りが嗅ぎながら飲みます。で、よく混ぜてください。今回はですね、お味噌を効かせてありますので、混ぜただけで、ね、すぐ食えるんですよ、これ。ハイボールギョブギョブ飲めるんですよね。僕はお酒飲みなので、ちょっとお塩をします、はいはい。そしたらですね、今回はツボキュウということで、はい、これツボに盛り付けるとうまそうっすね、これね。これはね、これはたまらんぞ、これは。盛り付け超良くないですか、これ。めっちゃうまそう、これ。これバズるわ、これ。天使のようなみずみずしさを持ちつつも、パンチがあって、やみつきになる悪魔のツボキュウ。完成です。いただきたいと思います。いただきます。おお、このみずみずしさもすごく合ってますね、この味付けに。そしてカッパハロ、いただきます。結構パンチの強い味付けになってますんで、お酒と一緒に飲んでますけども、ご飯とかに乗っけてボリボリいけます、これは。やっぱりみずみずしさが全然違いますね。福島県というですね、産地があるからこそ食べられる福島県産のキュウリ、そして福島県産の味噌で、お供には福島県産のウイスキーです。ぜひこの組み合わせでやってみてください。